桐生さん、お暇なんですか？まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。どうしたの？あら、お兄さん何か聞きたそうな顔してるわね。ああ、あいつから聞いたのね。ちょっと待ってなね。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら？じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。勝負、国の藩。お客さん、子連れかい？社会勉強さ。迷惑か？別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。一斉のいい子だ。ちょ、ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ、いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、お座りいただきましょうか、お客さん。まっ、うつだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ、なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。ちょっと待った。もう勘弁してくれ。様はやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前、ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえ、お詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんな。この後始末、手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。
今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。遥かをサイの河原に預けに来い。キリュウ、そろそろ時間だ。ええ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ええ、遥かを頼む。わかってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、お前10年前とあんまり変わってねえよな。そうか、自分ではよくわからねえが。俺なんか見てみろ、白髪がどれだけ増えたと思ってんだ。それだけ何事にも全力で当たってきたってことだろう。あいにく不器用なもんでね、そんな生き方あったとしても気づかなかっただろうよ。ま、10年前より今の方がずっと男前だ。それは確かだぜ。レーナ、お前なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？え、あ、お、親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が殺せ。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか？巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場会の100億が抜かれる。だがな。それは。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。キリュウ、これは登場会の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって
唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん着きました。お前シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今さらだがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの。なんで。親父、手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。久しぶりです、桐生のおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ。失礼しますよ、海長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に切る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって。一体何やれかしたんだろうな。
そいつからいくら切り取ったんだ。3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万用意できますか。私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったっきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。なんだ。え、何があった。いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた。はるか。キリュウ。だってさ、はるかは。すまん、奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ。はるかはどうした。ほんの1時間くらい前だ。はるか、何してるんだ。私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え？私キリュウのおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。はるか、だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし、本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるか！すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ。河原のシステムがダウンしちまってる。分からねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。
ハルカの居場所がわかるかもしれん。わかった。あ、なんか用かよ。青のギャングだな。だったらなんだよ。ハルカはどこだ。え、お前らがサイの河原から連れ去った女の子だ。頭おかしいんじゃねえか。知らねえよそんなガキのことは。俺らはホームレスを殴りに行っただけだからよ。やっちまうぜこいつ。さっきはちょっと暴れ足りなかったしな。一丁遊んでやるよおっさん。お前ら本当にハルカを知らねえのか。はい、俺らはチームでも下っ端ですから。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白いギャングか。そうです。奴らならその辺にたむろってますから。本当すいませんでした。おいおい、あんたなんかよ。ここはおじさんの来るところじゃないの。帰りな。下っ端に用はねえ。リーダーを出せ。断るって言ったら。お前らが怪我をするだけだ。面白え。やってもらおうじゃない。なんだてめえは。ハルカはどこだ。おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのかこれ。ふざけんな、親父。やろ、舐めやがって。おい、この親父ぶっ殺しまえ。ハルカをどうした。どこにやった。知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ。赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる。劇場前の広場に。デブラっていうクラブが。そこが奴らのたまります。桐生だ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。一課に。どういうことだ。詳しいことは分からん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。桐生、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。分かってる。ハルカはどこだ。はあ、お前誰だ。知っててもお前なんかに言わねえよ。口の聞き方に気をつけろ。はあ、やるってのかよこら。お前がリーダーか。違います。リーダーなら下に。こんなことしてタダで済むと思ってんのか。ハルカを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴面白いぜこいつ。やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。
てめえ、こんなことして死んだも同じだぞ。はるかはどこにあった？知らねえよそんなもん。待って、どこだ？はるかはどこだ？俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？なんかのです。子供は地下街のランさんのところに。ラウカロン。ラウさん、これは先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、ダジマ組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。遅くなったな、カズマ。おやす、足が。何？お前のためなら足の一本や二本。すんません。長居は無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴が、ハルカを。キリュウ、ハルカは見つかったか？いや、まだだ。そうか。今、サイの河原のお前のアジトにいるんだが、詳しい話も聞きたいし、一度合流しないか？わかった。来たか？どうだ？何か分かったことはないか？ハルカを連れ去った奴らはジャカの連中だ。何？ジャカだと？ああ、ギャングの奴がそうほざいた。ハルカは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるか分からない。キリュウ、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。横浜へ向かう準備はできたのか？そうだな。分かった。それじゃあ横浜へ向かうぞ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね？おう、オタクのジャカには30で文句ないやろ。30?
じゃあ島野さんは70ってことですか？いや、うちは50や。なら残りの20億は？おお、来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。ラウカーロンか。ジャカまで絡んでくるとはな。はあ、大丈夫だキリュウ。ペンダントはともかく、連中がハルカをどうこうする理由はねえはずだ。伊達さん、ハルカは見たこともねえ母親探しにたった一人であの町に乗り込んできた。9歳の女の子がだ。ただ母親に会いたい、その一心でな。ああ、ハルカが俺から離れようとしたって聞いた時、俺は10年前のことを思い出した。何より大事なものを守りたい一心で自分のしたことを信じてた時の気持ちを。今思えば俺は逃げたのかもしれないとも思う。その人間が背負うべき運命を見てられなくて、それを見届ける勇気がなくて、俺は奴の人生を無理やり曲げちまったんだと。だが心のどこかではこうも思うんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだってな。水木が死んで、遥はあの小さい体で必死に歯食いしばってる。あいつが運命と戦うなら、俺はあいつのために命張ってやろうと思うんだ。こいつがあのジャカのアジト。そうだ。伊達さんは例のハルカの捜査を探ってみてくれないか。お前一人で行くつもりか。悪いが今の伊達さんじゃ足手まといになる。はっきり言いやがる。分かったよ。すまない。死ぬなよ桐生。お客様、お一人様でしょうか。ラウカーロンに伝えろ。桐生一馬が会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。あの、お客様。そろ来ると思ってたよ桐生一馬。12年ぶりか。ラウカーロ、なんでお前まで。島野さんに頼まれてね。なかなかでかいビジネスだ。俺はそういうのに鼻が利くんだよ。お前も100億を。お前らはこの娘の本当の価値を分かっちゃいない。島野にしてもそうだ。
日本の極道っていうのは本当に頭が悪い。ペンダントはどうした？とっくに売りさばいたよ。錦山にね、ドケチな島野には売れんよ。だったらもうその子には用はないだろう。ふん、逆だ。俺たちにはこの娘さえいれば十分。何？どういう意味だ？おしゃべりはここまでにしよう。俺は力でジャカをのし上がった男だ。キナ、マフィアの怖さを思い知らせてやる。お前は処分する。おじさん、ごめんね、ごめんね。桐生一馬、誘拐の現行犯として逮捕する。なんで誘拐になるんだ、須藤。お前だって見たろ、あの子はあいつに誘拐されたんじゃねえ。何度言われても同じですよ、伊達さん。何？何があろうと桐生の釈放はありません。伊達さん、だから言ったじゃないですか、手を引けって。では。はるか、はるか。おじさん。お前、ごめんね、おじさん。こんなことになっちゃって。私本当はおじさんと一緒にいたかった。だけどこれ以上おじさんに迷惑かけちゃいけないと思って。バカだな、お前は。俺が迷惑してるって思っていたのか。伊達さん。ああ、遅くなって悪かったな。あんた、こんなことしたらやばいだろうな。だがもう遅い。逃げるぞ、桐生。はあ、やっちまったか。すまない、伊達さん。ま、どちらにしてもクビだったんだ。遅かれ早かれな。それよりこの事件、思っていたよりも根が深そうだぜ。何か分かったのか。ああ、これ覚えてるか。遥をスターダストに連れ込んだ連中のバッジだ。花屋によるとこいつは政府の地下組織のものじゃないかってことでな。その線で調べてたら出てきたんだ、内閣府の地下組織 MIA ってのがな。 MIA？ミニストリー・インテリジェンス・エージェンシー。内閣が直接指揮を取る部隊だ。政治の裏工作から要人の護衛、責任者は警察庁出身の代議士神宮って男だ。こいつが100億や遥とどう絡んでくるかわからんがな。政治家か。ラウカーロンが気になることを言っていた。遥には100億以外の価値があると。100億以外の？ああ。どういうことかわからんが、もう一つとっておきの情報がある。東京湾の死体だが、あれ水木じゃない。え？鑑識で身元が判明したんだ。全くの別人だったよ。はっきりした証拠もある。博多だ。じゃあお母さんはまだ。そうだ、まだどっかで生きてるってことだな。あ、はるか、俺は弓を、お前は水木を探している。だがどんな危険があっても俺がお前を守る。必ず母さんに会わせてやるからな。
まずい。どうした？ショー出てくる時につけられてたみたいだ。何？もしかするとジャカの連中かもしれない。くそ、仕方ない。キリュウ、お前はそいつで奴らの足止めをしてくれ。わかった。
いるんじゃねえか。おう組長さんよ、またしのぎ広げることになったからよ、金使わせてもらうぜ。おいこら聞いてんのか、こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえいい加減にしとけよ、返事もできねえのか。はあのな、おめえはどこまで下手なんだよ。ったくまだ連れのキリヌが根性あったぜ。まあ奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリヌはあ誰がヘタレだって、誰が桐生よりも根性がないんだって。メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。一人殺すも二人殺すも同じじゃねえか。そうだそうだよ、とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ、俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。そうだ桐生、お前の携帯。ああすまない。シンジから伝言が入ってる、聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれねえか。おう、お前無事だったか。どうした。一つ頼みがある。どういうことなんだ桐生。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、錦は俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。弓は失踪中、遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ桐生。セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そうだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。
今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀。わかった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよこんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ああ。この女だ。伊達さん、行こう、セレナ。キリュウちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今更だけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レーナ。シンジ君、お前どうした。レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに錦山さん呼び出して撃とうとしたんです。何。今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ。よくわかりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。登録するんだ。もう後がないよ。今なら登録できるよ。急いで、急いで登録して。登録してくれてありがとう。え、してないの。